今日はりんごの食べ比べをしたいと思います。これは2週間前ぐらいに八百屋さんで買ってきたので、ちょっとね、味が落ちてるかもしれないんですけど、食べていきたいと思います。まず紹介で、こちらが三富士、よくある富士りんごですね。で、こちら、王林。これもまたよくあるりんごです。で、こちら、ちょっと大きめのやつ。ジョナゴールドって書いてありました。今の時期は、りんごの種類がなかなかなくて、だいたいスーパーとかで並んでるので、この三富士と王林。この辺があるか。だいたい三富士ぐらいしかなかったですね。なので、八百屋さんで買ってみました。では、切ってきます。切ってきたので、食べ比べてみたいと思います。三富士と王林とジョナゴールドです。いろんな切り方で食べ比べてみようと思います。大きめのこういう、ゴロゴロっと切ったのと、薄切りのものと、一般的な大きさ。全部、りんごは皮がついたまま食べた方が美味しいと思うので、皮はついていたままです。ゴロっとしたのと、薄切りと、一般的な、切り方と、ですね。では食べ比べていきます。まずはよく売られている富士りんご、三富士ですね。三富士は三がつくと、お外で、袋とかをかぶせずにそのまま育てたりんごらしいです。なので結構傷があったりね、色合いが、こう、鮮やかさがちょっと少なかったりっていうのがあるみたいですよ。食べていきます。じゃあ、ゴロッとしたの。薄切りから食べようか。結構日が経ってるからか、こう、ザクっていう歯ごたえよりはシャリシャリ系になっちゃってますね。こっち食べてみよう。ゴロッとしたの。水分が少し抜けちゃってますね。やっぱりりんごは新鮮なうちに食べた方が美味しいと思います。王林食べます。これはちょっと一般的なので、おいしい。なんかお菓子とかである青りんごの味。香りが結構優しい
美味しいですね。次、ジョナゴールド食べます。甘酸っぱさというか酸味が結構強いかも。他のに比べると、ゴロッとしたの食べます。こう酸味が強め。で、食べてる時の味わいがラ・フランスかル・レクチェっていうか洋梨の風味がします。不思議だな。洋梨の風味に酸味がちょっと加わってる。そんな感じの味ですね。ジョナゴールド。王林。甘い。青りんごは酸味はほとんどない。甘さ青りんごの香りですね。このサンフジは、もっともっと 前に買ってたので、ちょっと水分が抜けて、ちょっと味が落ちちゃってますね。この内側もなんか、カスカスカ感というか、こう、ね。なので、新鮮なものを買うといいですね。ちょっとね、買ってからしばらく放置しちゃったので、果物は早めに買って、早めに食べましょうって感じですね。バナナに関しては、ちょっと置いとくぐらいが甘くなって美味しいかもしれないんですけど、いや、リンゴの食べ比べですよね。すいません。というわけで、
食べ比べできていたかわからないんですけど、はい、りんご3種類買って食べてみました。はい、この動画が 良いと思ったら高評価をお願いします。チャンネル登録もしてくれると嬉しいです。では、また。おしまい。